裏から見たニンフェンブルク宮殿ニンフェンブルク宮殿は、ドイツ、バイエルン州ミュンヘンにある、バロック建築の宮殿である。名称は、ニュンペイの城の居。バイエルン選帝校の夏の居所だった。1760年頃のニンフェンブルク宮殿。カナレット作この宮殿は、バイエルン選帝校、フェルディナント・マリアとその妻ヘンリエッテ・アデル・ハイト・フォン、ザボイエンの命により、 イタリア人建築家、アゴスティーのバレッリが1664年に設計したものである。それ以前の1662年に選定校の息子、マクシミリアン2世エマヌエルが生まれている。中央の建物は1675年に完成した。バイエルン選定校を継いだマクシミリアン2世エマヌエルは1701年から宮殿の体系的な拡張を開始した。 まず、バレッリの設計した中央の建物の南北に建物を追加した。設計は、エンリコ・ズッカーリとジョバンニ・アントニオ・ビスカルディである。次に南側をさらに拡張して、旧社とした。そしてバランスを取るため北側には温室を追加した。最終的に、マクシミリアン2世、エマヌエルの息子である神聖ローマ皇帝カール7世が、 シュロスランドルと呼ばれる庭園とそれを取り囲むバロック建築物カバリエシャウションを完成させ現在の姿になった。ヨゼフ・エフナーは1716年中央の建物のファサードを再設計して付け柱を追加したフレンチバロック様式にした。1826年、レオ・フォン・クレンツェは剪定校の紋章が入っていた切り妻を取り除き屋根のすぐ下に アテネ風の装飾を施した。1741年7月に締結されたニンフェンブルク条約でカール・アルブレヒトはオーストリアに対抗してフランス及びスペインと同盟を結んだ。この宮殿は長い間バイエルンの支配者の夏の居城として使われた。初代バイエルン王マクシミリアン一世は1825年にここで亡くなり、その彦である。 ルートビヒ2世は1845年にここで生まれた。現在ニンフェンブルク宮殿は一般公開されているが、今なおビッテルスバッハ家当主が個人所有している。祝宴広間の天井のフレスコがルートビヒ2世の生まれた部屋宮殿と庭園は今ではミュンヘンの観光名所になっている。バロック様式のファサードは全幅が700メートル以上ある。 スタイナーナーザールと呼ばれる祝縁広間にはヨハンバプティスト・ツン・マーマンらによるフレスコ天井画とフランソワ・ド・キュビエによる装飾があり非常に印象的であるこの部屋は中央の建物の3階以上の空間をぶち抜きで使っている一部の部屋は本来のバロック様式の装飾のままであるがロココ様式や新古典様式など後の様式に模様替えされた部屋もある 前者の例として、南の建物にある小さなダイニングルームは、現在、美人画ギャラリーと呼ばれ、ルート美妃一世が集めた美人画が展示されている。この建物には、ルート美妃二世の生まれた部屋もある。馬車博物館旧車だった建物は、古い馬車などを集めた馬車博物館となっている。年、ローマ皇帝カール世の冠式で、 使われた馬車も展示されている。この博物館の目玉は、ルートビヒ二世の豪華な馬車やソリである。旧車だった建物の1階には、ニンフェンブルク陶磁器のコレクションが展示されている。この宮殿内には、マクシミリアン三世ヨーゼフが作らせた、ニンフェンブルク陶器の工房もある。その手作り品の品質は高く、アウガルテンやセーブルに匹敵する。 ニンフェンブルク宮殿1730年頃の細密が20ヘクタールの庭園は当初はイタリア式庭園だったが後にアンドレル・ノートルの弟子ドミニ・クジラールが拡張の際にフランス式庭園に作り替え19世紀初頭にフリードリ・ヒルード・ビッヒ・フォン・シュケルがカール・テオドールの命でイギリス式庭園に作り変えたシュケルは都市内の公園としては 世界有数の大きさを誇るイギリス庭園も作っている。バロック式庭園の主要な要素はそのまま保持した。宮殿の中央から西に向かってギリシア神話の彫刻が並ぶ道とその先の運河が公園を二分している。運河の両端は湖になっている。ドルフチェンはマクシミリアン三世ヨーゼフが作らせた田舎風の小さな建物である。 サリタルはマクシミリアン4世ヨーゼフが自分の子供たちのために作った小さい動物園の近くに作らせた小さい建物である。公園内には他にも次のような建物がある。庭園の北側の森の工事を抜けていくとミュンヘン・ニンフェンブルク植物園がある。庭園旧車宮殿と庭園はミュンヘンの重要な観光資源の一つになっている。 中央の建物だけでも、年間30万人以上が訪れている。ニンフェンブルク宮殿は、ミュンヘン宮殿やシュライスハイム宮殿よりも人気があるが、ルートビヒ2世の建設した城、特にノイシュバンシュタイン城にはかなわない。ニンフェンブルク宮殿まで行くには、17番の市殿で、アマリオンベルジェストラッサー方面に行きに乗ればよい。この路線は、市の中心地や、 主な鉄道駅を通っている。市電で市の中心地から宮殿まで行くのに20分ほどかかる。ニンフェンブルク宮殿はアラン・レネの1961年の映画、去年、マリエンバートでの主なロケ地として使われている。1972年のミュンヘンオリンピックでは、庭園に馬術競技のための超馬術施設が設置された。ニンフェンブルク宮殿のパノラマ。 ありがとうございます。